はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、神獣を倒していきます。とりあえずワンダーの樹海を攻めていきますか。これは木ですね。ワンダーの樹海、ポロンがいるな。蜂もいるのか。飛んでる敵はちょっとめんどくさいよね、やっぱり。で、木の神獣。アンテバラの森の奥にこんな樹海が広がっているとはな。ここ暗くてちょっと怖いでち。フレームセイバー効くかな。木だから燃えるとか。あ、ニキータがいる。変わってないよね、多分。いらっしゃい。とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。変わってないね。また来てくれよにゃ。さらばだ。特に何にもないかな。奥へ進んでいきましょう。あれ、やった。え、なんこれ。普通剣は 2D になったんだけど、いきなり。いきなりアクション要素になった。僕の沼地はやだな。これ奥行けんのかな。あ、行ける。え、宝箱ある。開けよう。天使の聖杯。え、敵出てくるのこれ。敵はいなさそうだけど、なんかいきなり、なんだアクションゲームになったぞ、突如として。あ、これ行ける。あ、行ける。黄色のアイテム。あー、ちょっと待って、これ上に宝箱あるね。これ乗っていくか。こうでしょ。ほいほいほい。カパ。あ、はてなはてなはてな、ここにもあったか。で、上に行けるけど奥にも行けるね。特に何にもないか。なんだ、なんでいきなり視点が変わったぞ。あ、戻った。しかもバトルスタートだし。ほら、エクスプロード使ってんね。あれ、なんかちっこい、またも。あ、違う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 、あれか、ヒットポイントか。この辺の敵は全滅させたようだな。うわ、めんどくさいな、これ。真空剣が300だから、いって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 いて、強い。召喚ビービー、こいつか、やっぱり。チロ、これ強いね、やっぱり。クラスチェンジはマジで必要だな。どんな魔物がいるのか。真空剣楽しみだな。なんか範囲的にはどうだろう。でも真空剣の方が広いかな。わかんねえや。何があるのか。ここにもいるし。あ、宝箱ある。いや、めっちゃ爆発してる。これはここに、あ、サボテン軍がいる。上に3400円、サボテン軍。逃走時間半分。次は戦闘から。まだ一回も逃げたことないからね。特に逃げる必要もないし、これはまあいっか、このまま進もう。ん？これまた 2D。 突如として画面が変わるな。金色のアイテム。 OKOKOK。 ん？後ろに壺があるけど、こっちはいけない。え、どうすんだこれ。あっち行ける。いけないね。手前から来て、これ奥行ける。いける。パックンチョコ引っかかってんだけど。回復。げ、後ろ行けんじゃねえかよ。後ろから行った方が毒の沼地がなくて安全だ。で、こうでしょ。で、宝箱は手前にあるね。1200円。で、さ、奥へ進む。で、またこれか。いや、こいつあれだな、硬いやつだな。めんどくせえし。あ、また使ってんのか。あ、回
しろ。ビルゲートの中で戦う。私が本気を出せばこんなもんよ。ここちょっと結界が扇風券使おう。扇風券200で使えてこの威力だったら結構コスパはいいんじゃないか。どうでしょうか。真空剣はボス用かな。めっちゃハリセンスペシャルみたいなのやってるし、夢見そう。あれちょっと待って、こっちそのまま奥行けるけど、こっちはなんか続いてんね。どっちから来たっけ。食べとこう。こいつめんどくせえから破壊する。このどこ行く。超めんどくさい。このさ、壁破壊するのがめんどくさいな。どっか行くし。アースペイ、お前らはいや消えろ。扇風機。いや待て待て待て、誰か死にそうだ。シャルロットなぜだ。回復した。超謎。人々回復しよう。レベルアップ。ここ、これだけ敵がワンサかいたけど、あ、先にマジックパワーの壺が見える。これ破壊してこう。夜になった。え、なんか虫が鳴いてる。夜になると特殊な敵が出るとか。樹海だしね。また 2D。 これは落ちたら流されるとかあんのかな。一応岩場を登っていこう。ここ登れそうだね。いやー落ちた。大したことない。でも上にアイテムがあるから、ちょっと行けるだけ行こう。ほい、ここをジャンプ行けんのかな。行ける。さらにジャンプ。おお、登った。魔法のくるみで、待って、どうやって行けばいいんだ。まあいっか、大して意味なさそうだし。 2D からいきなり 3D になるとちょっと画面的に戸惑うんだけど。ポロンがいる。ポロンクリーダー。あ、だからこう見える。口なクイーンビー。これ割ってこう。召喚ビービー。宝箱プリーズ。蜂蜜ドリンク。ここなんか怒ってて、バックンチョコ。なんかアーチみたいになってるの、なんだ。地図上なんでもないか。先へ行こう。またこれ上登ってこう。でこうこうこう。星屑のハーブ。ちょ、ま、落ちるまでは上を行くか。ちょっと危険だな。なんかそのまま下に落ちそう。氷結40円のために割と危険を犯した。なんこれマジで。ジャンプジャンプ。よし、お宝箱ある。ジャンプ。あれってか2つなんだけど、入り口っていうか。あ、木の真珠のリング手に入れた。やった。これは回収しといてよかったな。まあ、せっかくだからこっちから行くか。魔法のくるみ回復してこう。セーブは大丈夫っしょ。であれなんだ、向こうもあるよ、女神像が。え、気になるな。これなんかどうすか。え、向こう気になる。向こうから行こう。なんか宝箱あるかもしれない。なんか上から行くと早いよみたいな。下から行ってみよう。俺はあえて敵がいるやっぱ。そういうことか。殲滅する。痛い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 。強い。すいません、これが下の洗礼か。しかし俺は負けん。軽減値のため、金のため戦う。早く次に行きましょう。
広場になってんね。上とか行けんじゃん。行ける。こっちは行ける行ける行ける。ほら宝箱来てよかったぜ。不合のアロマ来てよかったじゃん本当に。どっから帰るのこれ。こっちか。いいわ。あ、こちらね。え、アイテムじゃなくてゲージは貯めておきたいんだよな。これ危険だよ本当に。一発一発重いし、しかも痛い。なんかめっちゃ大丈夫か。クラスチェンジしてなかったら本当きつかったね。マタンゴ、いやこいつらマジやだな。扇風機使おう。そんなに巻き込めてない気がする。あーでもそれなりか。壁を破壊できるのでかいよねこれ。逃げろ逃げろ。帰ってきて大丈夫だ。行って倒した。じゃあそこ宝箱は見えるけど取ったでしょ。マタンゴがいる。マタンゴくらいだったら技ゲージ貯めるか。真空剣を一発使いだけのゲージが欲しい。300にはなったか。迷わないように注意しながらパンプキンボム先を急ぎましょう。あれなんか回復できるっぽくない。ほら目ざとい。技ゲージが欲しいな。技ゲージが3人とも一応300は溜まってんのか。てか回復って言ってもさ、ここで回復できるじゃん、よくよく思ったら。でそうだよね、もうボスだよねこれ。壺が置いてある。必殺技ゲージが回復できる。いやこれフレームセーバー使ってみよう。なんかこいつノーコメント。こいつが木の真珠か。待って、なった。開けた。ダイヤセイバーは全員、サンダーセイバーも全員、足セイバーは1人、フレームセイバーは1人。自分だけ使おうか、とりあえず。で、フレームセイバーになった。あ、なんだ急に死んだんだけど。ちょっと待ってよ、どういうことだよ、意味不明すぎる。ちょ、本当何げな、え、強くね、なんだよ。たぶんシャルって、勝ちと。これ逃げよう。え何マジ超強いんだけど。これ倒した方がいいのね。いやちょっとこれ真空剣一回使おう。ここで炎効いて、てか死んだからフレームセーバーなくなったのか。あんまり効いてないんだ。ちょこれ強いんだよ。もう一回ちょっとフレームセーバーの力を試したい。いってなんかやってるけど、ポイズンバブルなんか、いやなんか別に強くないよね。シャロット回避、ああれジャンプで回避するのか。なるほど、エアブラストが効いてるね多分。ジャンプジャンプ、そういうことか。シャルドットから学んだ。ジャンプ。え、俺セイバー何持ってる。フレームセイバー、ダイヤセイバー、サンダーセイバーが効くのか。これ勝手だよね。どうだ、あ、効いてる。いや死んだ死んだ死んだ。もう何なの、火力が高い。え、シャルドットちゃん頼む。あ、弱点書いてあんじゃん。来た、なんか来た。使おう、扇風剣でいいや。いつもの癖で扇風剣使ってしない。すげえ減る。あれマジで邪魔だよな。ええ待って待って、シャルロット、ちょっと待って、なんか変なターゲッティングされてる。これ割ろう。いって、ちょ全滅する、待って待って待って。
回復して、ちょっと待って待って、蘇らせて、蜂蜜ドリンクで、こっち、間に合った？ダイヤセーバーかけよう。あ、じゃなくてサンダーセーバーか。ほら、いや、ちょっと待って、逃げろ逃げろ逃げろ、これを逃げろ、頼む。さあ、だった。てか、そろそろあれを使おう。あれ持ってきたんだよね、金運アロマじゃなくて、どこの油。え、神秘のクッキー使えねえじゃん。これもしかしてさ、ボス前で使ってボスの間時間制限内に倒すみたいな、そんな感じかな。これもうさ、扇風機でいけんじゃん、弱点ってか。いや、なんかいけそうな、いけなさそうな、ギリギリいけねえや。あ、倒した。強かったな、なんか火力が高い。やっぱ弱点つくとだいぶ違うね。じゃあワンダーの樹海はこんなもんで、やっぱりボス前で使わないとダメか。フラミン呼び出そう。これで片付けた神獣は全部で4体か。あと4体、やっと半分倒したね。まだ半分か。ようやく半分ね。そろそろ疲れてきたけど、次に行かなきゃ。確かに疲れた。あとどこ？ここが光の古代遺跡。ここは？あ、風か。で、ここは？あ、光の古代遺跡ね。あ、なんだ、なんてここいっぱいあるんだ、こんなに。あ、これどっちからでも行けるよってことか。パロからも行けるし、ローラントからも行ける。あっちに一個浮いてんのなんだ。あ、モールベア高原か。モールベア高原ちょっと行くか。ここは種集めの時に一回来てるからね。さて、進んでいくかと思ったけど全然減ってんだけど。こいつらもなんか強くなってるからね、普通の敵。このさ、突っ込んでくる突進の技強いんだよね、敵の。ウィスプ、一日中戦ってたのか。そしてレベル上がった。こいつら、ただ母体が弱いからそこまでか。こいつは何、反攻撃が複数に当たると強い。よし、ここにいる。消えろ。使い勝手がいい、マジで。扇風拳200で使える。300の真空拳はね、ちょっとゲージの消費が高いんだよな。扇風拳で全然十分。宝石の谷ドリアン、いきなり回復地点がある。やった。で、ここもモールベアにいた系の緑。痛い。砂の鉄張りみたいな。沈黙になってしまった。どこにいる？ティンクルレイン。ちょっと怖いけど頑張るでち。で、一応宝箱を大体回収したはずなんだよね。ミドリオンがいっぱいいたから面倒くさかったんだ、ここ。こいつ強い、本当に。どこ行った？ティンクルレインを結構多用することになりそうだな。
卵倒す。目をつぶってても勝てるぜ。ほか取りすぎ。ほかバードか。ほかバードに変身させない。その前に倒す。もう終わり？あっけなかったわね。ここ結構宝箱あったんだよね。てかさ、リング装備すればだいぶ楽になったんだろうけど、さっきの戦いとか。こいつ。せっかく来ました。やばい。痛い。台風が発動している。倒した。まだいるか。回復して、あとはちょっと突き進むだけなんで、そうトラゴンみたいなのも出てくるんだよね。200たまり次第旋風剣を発動させる。アトリスはちょっとコカバードになったらその前に倒す。あとどこ？お前か。で、サボテン君とかだから取ってあるんだよ、上の地図上上のやつ。ここもエアブラストが効くってことはサンダーセイバーか。いっていっていって回転ちょっとめった打ちにしてんな。でこっち行って46レベルか。僕たちなんか今いくつだっけ。50くらいあったよね、もうレベル。あのコカトリスがちょっと変身するのはもうしょうがない。倒した。300か。ちょっと使う真空剣。火力は高いね、やっぱり。特殊の手も来たのかよ。気づかなかった。ちょっと爆発してる。どんな敵にも勝てる気がするわ。範囲攻撃やってほしい。いや、300使っちゃうと溜めるのが大変だからな。あいつ完全に一人じゃない。おお、うちの魔法だよね。何の魔法なんだか分かんねえわ。宝石が埋まっている。すごい場所だな。この宝石を掘って売ればどんな効果なんか言ってたけどよく分からん。いっていっていって毒になってしまった。スライムなんか愛しいしな。金が貯まる一方で使い道に困るな。え、なんかやってたっけ。あ、俺があれになってんのか。毒ってんのか。違う、シャルロットが毒ってるんだ。プリプリそれ直してあげよう。で、セーブポイントがあるけど特にやらなくてよさそうだな。こっち行こう。あ、毒地帯。ここは扇風剣、頼れるべきは扇風剣。あと残ったやつを倒す。300たまったら扇風剣でいくと100残るからね。400ためる。痛い。こいつ毒。ほらめちゃくちゃ密集してる。シャルロット、どうしよう、回復させるかな。シャルロットにして、違う、どっちだ。慣れないで、ティンクルレインしてほしいんですけど、まあいいか。ちょっと一人一人プイプイと使うか。変える必要ないんだけどさ。行きましょう。これなんだ、ジャンプで超えるんだっけ。あ、違う。
ゴリ押そう。でここの中は入ったな。結構種があるの奥だったんだよね、このダンジョン。クリアはだからちょっと面倒くさかった気がするっていう印象。これ真空剣使うか、その狭さなら。これってプチドラゴンだからね、普通のドラゴンってことかな。卵隠れてるし、あ、毒ガスに。狭い狭い分ただダメージがめちゃくちゃ通る全員に。ここら辺は開けてやるだから宝箱が。ちょっと狭い方が戦いやすいかな。弱すぎて暴れ足りないぜ。ちょっと待って待って、こいつらいんのかよ。使おう。スライムがいるとは思わなかった。ドラゴン2体だけかなと思ったけど、そんなことなかった。めっちゃ爆発してる。洞窟内は戦いづらいが慣れるしかないな。銀色てかアイテムの種使ってないな。こっちじゃない、こっちで取ったら退散したから、じゃボス手前になったのか。溜めよう、ゲージを。その神獣を倒しに行くわよ。でこっち先行って回復して、ちょっと奥にあるからハーブだけ手に入れて行こう。もうボスでしょこれ。これはサンダーセイバーだよね。え、なんか硬そう。え、てか浮いてね。右手と左手がある。ランドアンバー、サンダーセイバー、全員に入るからいいよな。真珠だな。剣が折れちまわないか。どうだ。心配だぜ。ちょ、ハンマーパンチ。あ、一応ゲゼロだ。待って待って待って、こっちから倒すってことか。あのバリアを剥がさないと話にならねえぞ。なるほど。え、めんどくさそうこいつ。で、この間がちょっとダメージ取るな。いつ通るんだダメージが。サンダーセーバーをかけ直さなきゃいけないから。よし、これでいける。全然いけねえし、ダメやん。こっちも倒さなきゃダメか。ハイパーシャドウって任せよう。サンダーセーバーがどれだけ効いてるかだよな。あ、いける。真空剣弱点ついてるね。消えてる消えてる。サンダーセーバーかけ直そう。15使うのか。ほらほら、真空剣2回作った方がいいんじゃないの。え、なんだ、弱くね。はい、これで終わり。いや、バリア剥がせばこいつ楽だったな。さっきのパンプキンに比べれば全然弱えわ。なんか真珠結構強い弱いの差が激しい気がする。こいつは弱かった。だって最初に倒したのって水の真珠だっけ。あいつは弱かったし、火の真珠はかなり強かったよ。だって剣につくな。そういうこと、まあ、こいつは弱いのか。さて、じゃあとりあえず2匹倒したので、今回はここで終了したいと思います。さっき半分でいって今1人倒したから、あと3体か残ってるの。もう1回くらい真珠界になりそうですね。次また2体は倒したいと思います。
というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。